うなぎです。それでは増井さん、ねるめのさん、西園のちぐささん、本日はよろしくお願いします。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 というわけで今回やっていく企画は尊厳破壊カウンパーティー鬼畜縛りで雷電将軍に挑戦、こちらをやっていきましょう。わーわー、今流行りのね、今流行りのバフが強すぎるあまり、あと一人誰でもいいやんと言われているカウン、フリーナ、ベネットの3人プラスアット1のパーティー編成で生物禁止の鬼畜縛りで雷電将軍に挑んでいきましょう。ほな楽勝ということでかもね。まあ、今回尊厳破壊をされるのは我らが主人公ホタルちゃんということで、かわいい。ホタルちゃんにはちょっとね、一度尊厳を破壊されていただいて、アタッカーとして今回は活躍していただければなと思います。そのホタル、ちなみに元素聞いていい？今岩雷電将軍行くんだったら雷の方がいいかもしれない。確かにね、水だったらおもろいなと思って。あー、水で行くか。水の方が破壊されてる。水にしよう。俺らでよいしょするか。水主人公先生、生物がないってどれぐらい鬼畜なんですか？今から行けばわかる。わかった。身に染みて経験するわ。グローブとバットを持たずに野球をするぐらいきついから。痛い。素手やん。わかりやす。これ圧勝しちゃったらもっと縛りきつくなるんでしょ。じゃあ一つ追加の縛りで、武器星4以下で、ベネットで星4武器といえば、原木刀。特権かな。何がいいんだ、こっちとら何も分かってねえんだぞ。いいのか。ローガとかがあれば、まあ、理想だけど。ローガ、神の牙。あった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 。でもレベル50です。いっか。まあ適当になんかレベル90のやつあるんだったらそれがいいかもしれない。いや、うち星4レベル90ない。ローガでいきましょう。いけるいける。フリーナは HP ゾーンだからいける。もう満タイ。じゃあ塩キャラクターとしては、俺がホタルで、ネルベロさんがベネット、マスイさんがカウン貫突、ちぐささんがフリーナ2突と。素晴らしい。はい、やったー。では行きましょう。尊厳破壊しちゃうよ。尊厳破壊していくぜ。ボコボコや。この前に今爆発溜まってないわ。うち溜まった。合わせるわ。溜まったら合わせるわ。合わせる。かっこいい。プリキュアみたい。打つわ。はい、どうぞ。はい、ナイス。いけー。尊厳破壊じゃー。痛い。すごい。生物で星4武器だけど。かっこいい。かっこいい。かっこいい。散々いじられた水主人公が。ダメージ出てるね。炎元素でダメージを出すという、これ以上ない皮肉。いや、星4ってこの火力はやばいな。よいしょ。待ったよー。よいしょ。回るねー。あ、使っちゃった。オッケー、打つわ。バイバッド。ナイスー。溜まった。逃げられた。逃げられた。まあ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 。待って待って待って。本物はこいつだ。どこだ。これいい。あ、オッケーオッケー。よいしょ。待って。でも、あんま削れてないんだよな。思った以上にね。確かにこれ変身されるのか。痛い。きた。はいはいはい。避けれない。痛い。頑張れ頑張れ頑張れ。痛い。一撃で7割飛ぶ。はい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 。え、回復止まった。爆発止まりました。第2形態で爆発止まったら即使って大丈夫。ほりゃ。なんで使えない。あ、そっか。エネルギーに座るから。ワンチャンヒールに変えてもいいかも、これ。確かに元素つけるヒールに、うん、長押しして変えたい。長押しね。オッケー、長押し。はい、ナイスヒール、ナイスヒール。これをこれをみんなで壊すんだ。ミクチリンコ、お前の活躍の場だ。オッケー、ナイス。生きた、これ。あぶねー、あぶねー。え、なにこの世界。怖い。大丈夫か。めっちゃいい悲鳴だった今。もうちょいもうちょいもうちょい。危ねえ、死ぬ。あ、待って待って。 HP HP 回復回復回復。よしよしよし。爆発使います。やー。これ、下がって下がって、逃げて、一回逃げて、一回逃げて。これなんか縄跳び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 。いや、ジャンプ力、ジャンプ力が高い。死ぬ。あ、いけた。あ、ちょっと待って、ごめん。おい、おい、死んだって。死んだ。ごめん、ジャンプの感じがいつもと違って逆に分からなくなっちゃった。いやー、これ今度ベネットがポスト変わりました。ベネットが落下係になった。ベネットが落下係になってます。でもいいよ。あれ、ちょっと待って、落下ができない。キュンキュンしてるだけになってる。ちょっと待って、できない。はい、よいしょ。よいしょ、楽しい。これ、200人の5カゴ、楽しい。そしてヒーラー3人っていうね。ヒーラー3人。これ3人でもう痛い。
あれ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 主人公の尊厳破壊ってそういうなぎさんの尊厳を破壊するかい俺の尊厳が破壊されてる今やっぱ水主人公は救えないんだこれどうするんだこれは通常攻撃で向けるわかりましたありがとうございます爆発やー、okay、歌ー痛いさあどこを壊すどこに集まる一箇所に集まってみんなやばいそれやばいごめん二人っきりですね終わったこれクソ相性の悪い二人が残ったぞもうダメだ一緒に死ぬしかない本当に一緒に死ぬしかないんだよな多分一緒に切られて死のう一緒に切られよう一緒だったら怖くない一緒だったら怖くないいやフリアだけいかれそうあーやーあた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 このプクプクちゃんのおかげで回復してくれてるまずいですまずいや一緒にまずいですあ、これ切られるの私だけなんかこれよいしょこれどうしたらいいんだこのなんだこれじゃあ、いらっしゃーいいってらっしゃーいじゃあねそして一人になるというかわいそう今そっちに行くからね倒して倒して気まずい気まずい死のうと思ってなかなかむずいよ一番気まずい早く早く倒して早く気まずいなんでいなくなるのちょっと待ってこれを長押しにしてそう黒にしたらいいねオッケーオッケーオッケーそうだそうだ早く早く倒してみんなのところに行きたいんだ早く早くうわあ許されなかったんだいやすいませんこれは俺が悪いですなんかなぎっていうさなんか水主人公なんかすぐ死んでしまったいやーちょこれは水主人公が悪い人のせいにしていく楽しいっすね縛りってやったことないです多分まあやってる人はいないだろうなうちのチャンネル以外で見たことはない少なくとも着席にちょうどいいね死んだ方がやめろ思ってたけど口には出さなかったんだなるほどここにいるナギという男は尺のためにわざわざわざと死んだという違う違う全然わざとしなかった全然わざとしなかった尺のために死ぬんだあえてね俺たち置いて死ぬんだ、ね、尺のためにあえてねよしじゃあ行きましょうダリベンジじゃ尊厳を破壊するいてあ待って待って死ぬ死んじゃう死んじゃう死んじゃうオッケーオッケー大丈夫回復回復よしよしよしオッケー一回切り替えよういけるよ黒に切り替えようはい切り替えますはいおら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 にゃーいたごめんなさい爆発溜まってなかったですまあ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 ヒーラー3人より手厚いわあったけあったけ次大技使ってダウン取った時かなじゃあ、はい、原子爆発オッケー3桁ダメージいっぱいさすがだって水主人公あら死ぬ死ぬ死ぬまた歩いてる歩いてるなんで歩いてるの爆発くださいナイス回復死ぬちょっと待って回復これエネルギーがエネルギーがエネルギー取られるよ取られるよ溜まったらすぐ使っていこうはい、はい、うどんですね爆発を使いましたホトちゃんかわいい、かわいい、プロプロプロ。オッケーオッケー、来るぞ来るぞ何がだはいおおはいはいはい、これは元素攻撃です。はい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 、元素攻撃です。元素攻撃、はいうわオッケーオッケー。水主人公、このためだけに来てるって感じやな。俺がいないとね、あれ壊せないから。生を実感している。水主人公の元素攻撃力に感謝してほしい。俺は爆発じゃああゆっくりね進んでいきますからねはーいナイスナイスナイスオッケーいけ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 縄跳びしなせずに済んだねあ飛べないうつよナイス爆発、はい、爆発ナイス爆発使うより落下の方が強いうー強い1万5000出てる2万3000出たえぐやばちょっと待ってピョンピョンしかできないな何だなな第2ラウンドかなこれ第2ラウンド入りそうだな思ったより削ってないけどいいよいしょはいジャンプジャンプジャンプほいよいしょよいしょ壊せ壊せ壊せナイスダウン取ったダウン取った削れ削れ削れへへへへいへへへへいまあ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 でもうわ待ってこれここここここそ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 こはいそれそれナイス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 これが原神を分かっている人たちすげえや何も考えず殴ってるのにバレてしまういやーわかったよおば知らないようにねお母さんどこ撃ってんのに主人公バカそっちじゃないどこ撃ってんのお前爆発撃つはいはい爆発撃った
でもバリア割れてるのすごいよなこれ。いやバリアほんまに削るの早い、はい、削れてる削れてる。頑張れ頑張れ頑張れ。よっ応援しかできない。こう来た来た来た。あやばい、ごめん俺減速器使っちゃってる、まずい。大丈夫大丈夫、減速攻撃で壊せる。ナイス、危ねえ。待って、俺が減速スキル使わないで壊せるんだったらもう本当にいよいよ。いらないやん。いる意味が。いや、いらないやん。QED 出てしまった。いいよ。来るよ、縄跳び来るよ、縄跳び。はいはいはい。マジか。あ、縄跳びタイムです。リズム天国ライダー。よっ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 。いや、キュウリシャンプレー。シャンプレー上がるやん。あぶねえ。よいしょ、いけ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 、一番9点で取る。やばすぎる、いいぞいい削り、うつよん。オラ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 、3万出てる。セーブつけてないよな。4万、火力の出方がやばすぎる。いけるぞ、このまま削り切るぞ。オラオラオラ、いける、あとちょっと。ナイスあれ、いや過去縛りでいっちゃ楽やったなこれ。そうってこと。やったー、よー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 。じゃあラストは全員生物フル装備で。おやったー、爆速起こして終わりにしますか。でも水主人公の尊厳最後に別の意味でぐちゃぐちゃにされてなかった。いらなくねって言ってたよな。では参りましょう。はい、はい、ね、ライデンが蹂躙されるところ。蹂躙していこう。本気モードやぞ。いや爆発合わせていこう、爆発。はい、撃ちます。エネルギーがねえわ。いや全然いい全然いい。はい、いくぜ。すぐ溜まる。ゴーお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 ー。すげー、はい、やばすぎ。10万、はにゃ。え、もう倒せすんの。もう一周する前に終わっちゃう。爆発が異次元だ、異次元の世界だ。はははは、壊して壊して壊して。おい。はいはい。よいしょ。終わってしまう。終わってしまう。はい。そんな。最後爆発もう一回合わせていこうか。炎の落下をちょっと見たい。え、使うタイミングどうしよう。なんかダウン取った時にする？ダウン。ああそうだね。ダウン取った時に合わせるか。そうなんか影分身して解除した後とか。待って待って、死んじゃう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 。オッケーオッケー、早く逃げよう。オッケーオッケーオッケー。あ、来た来た来た、これ壊してダウン取って爆発合わせよう。オッケー、いくよー。スキルスキルだけ切り替えて。はい、切り替え、いくぜ。おいしょー、切り替えれない。おいしょー、7万7千出た。14万出たんだけど。やばい、みんな壊して壊して。どれだ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 。危ねー、セーフ。あ、1人だけ空中でずっと戦ってる。やべ、第2形態に切り替わる。まあ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 、これはこれはこうだ、やばすぎ。よいしょ、痛い。第二形態相手に5桁近く出してるんだけど、やばすぎ。9000出してる。ゴンゴン削っとるよこれ。おー、ド派手。よいしょ、1万2000出た第二形態相手に。このバリアはやばいぞ。やばすぎ。ああ一瞬で早い。うおー、もう第二形態で削り方がえぐいもん。おいぇーこいやー。あー、第2形態に死んじゃった。すげーや、最低だった尊厳破壊か。超回下も可愛く浮いてきたな、ほんとに。超回下も大抵尊厳破壊したけど、もう火じゃない、マジで。水主人公の落下で12万出るもんな。ということで、今回はカウンの尊厳破壊パーティーで、鬼畜縛りをしながら、ライデン将軍に挑戦してきました。はや、鬼畜でもなかったな。生物禁止と武器星5も縛ったからね、相当きついはずなんだよ、本来。確かにね。それだけ強いってことですもんね、この組み合わせが。回復力も高いしね。マルチだと楽しいね、これ。ソロでやってるとさ、結構尊厳破壊もいいとこなんだけど、マルチだと逆に。みんなでぴょんぴょんしながら。いや、マルチで敵の体力増えてんのが逆にちょうどいいのかもしれん。ソロだとね、味気なさすぎて。まあぜひね、皆さん、尊厳破壊パーティー。カウンとフリーナさえいたら、基本誰でも組めるので、蒸発落下ノエルでも、蒸発落下ホタルでも、蒸発落下アラタキでも、もうどんなね、キャラクターでも蒸発落下にできるので、ぜひ皆さん、試しに組んでみてください。それでは、今回遊びに来ていただいた、マスイさんとヌルメロさんと、ちぐささん
のチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、そちらから皆さんのチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。